こんばんは。大体日曜日の恒例サンデーブレイクの時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。さて、昨日で東日本大震災から12年を迎えました。歴史的な大震災でその爪痕は今も残っています。福島第一原発の事故もまだまだ終わったとは言えませんからね。廃炉にはまだまだ時間がかかりますし、この作業ってやっぱ世代を超えてやっていかないといけないんですよ。震災直後はもう原発なんていらないという世論も高まりましたが、今はどうでしょうか。資源を輸入に頼る日本の脆弱性が最近見えていますよね。あとは脱炭素の流れもあります。電気代も高くなりまくりですよ。そこで原発にまた注目が集まっています。もちろん福島第一原発の事故で避難せざるを得なくなった方からするとですね、まあ、やっぱり一生許せないものだというのは、まあ、間違いないでしょう。しかしそれでも原発は活用しなければいけないと僕は考えてるんですけど、朝日新聞は原発大嫌いですからね。11日の朝刊を見ると福島総局長がこんなメッセージを打ち出しています。政権はロシアのウクライナ侵攻をきっかけにした電気代の高騰や脱炭素への対応などを強調し、原発がその打開策になると訴える。しかし原発事故の記憶が薄れつつある今こそ、福島の現実に目を向け、事故の教訓を思い出してほしい。12年前、目に見えない放射能の恐怖は世界を震撼させ、原発に依存してきたエネルギー政策の危うさを誰もが真剣に考えた。その原点に立ち返った上での熟議もなく、性急な原発回帰はあってはならない。福島ではなお2万7000人以上の人が避難を続けている。ひとたび事故が起きればどれだけ多くのものが失われてしまうのか、福島の現実が突きつけている。今の記事のように朝日新聞が熟議が足りないとか議論は尽くされていないっていう時って大抵ね、反対の時なんですよね。自分たちの望む結果が出ていないからそうやってね言うわけですよ。あらゆる問題でそうだと思うんですけど、なかなか完全一致するってないですよね。そんな中で折り合いをつけて前に進めるのが政治ですよ。再生可能エネルギーに振ったところでやはり安定性の問題だったりとか費用面でもかかってきます。原発は当然事故の可能性もあるんですけど、まあ、それでもですね、やはり大容量を安定的に発電できるというのは大きいですよね。福島の事故は大きすぎる教訓です。しかしそれを乗り越えていかないといけないんじゃないでしょうか。日本は一回失敗するともうやり直せないみたいなことが結構ありますけども、それでいいのかっていうね。今なんてあらゆるものに電気を使うでしょう。今日の収録にだって使ってるし、皆さんがこの動画を見ていただくためには、まあ、スマホなりパソコンなり何らかの媒体を使うわけですよね。電気を使う製品は増えているので、いかに省エネをしたところで、まあ、やっぱ結構な量は使うわけですよ。日本の場合ある程度人口は減っていくと予想されていますが、まあ、それでもね、テクノロジーの進化もすごいわけですよ。電気自動車も普及すんのか分かんないですけど、まあ、普及させたいという意図はあるようなので、となるともっと電気必要になりますよね。そんな状況なのに朝日新聞は原発をゼロにしたいんでしょう。11日の社説では、政権は再転換の理由に足元のエネルギー供給不安や脱炭素化への対応を挙げる。だが仮にそうした状況を視野に入れるとしても、被災地の苦境から目を背け原発事故から学んだ教訓を投げ捨てる理由には断じてならないと書いていますよ。朝日新聞って決して折り合いつけるとか考えてないですからね。繰り返しになりますが、原発事故からの避難、そして家に帰れないというのは悲劇でしかありません。国としては今後も向き合い続けなければいけない問題です。ただそれって原発やめますっていうことではなくて、理解をしっかり求めるっていうことなんじゃないでしょうか。さて、次は珍しく韓国が出してきた解決策についてです。韓国の解決策については新聞社説でも見解が分かれましたね。今日は3つ紹介したいと思うんですけど、朝日、読売、産経です。まずは先発読売新聞の社説を見てみましょう。韓国ではこれまで内政が行き詰まると対日強硬路線に舵を切る政権が多かった。韓国が元徴用工問題を蒸し返すことがないよう、日本は今後の動向を注視する必要がある。日韓間には様々な懸案がある。日本政府は2019年から輸出の手続きを簡素化するグループ A から韓国を除外している。 WBC でも外れそうだな。元徴用工問題で両国の信頼が回復すれば、この措置の解除にも好影響を与えることになるだろう。最終的かつ不可逆的な解決を確認した15年の慰安婦合意は韓国政府が反故にした。
韓国艦船による海上自衛隊機への火器管制レーダー照射問題も未解決だ。日韓両政府が胸襟を開いて粘り強く協議し、一つ一つ打開していくことが欠かせない。中国は海洋で覇権的な活動を強め、北朝鮮は核・ミサイル技術を高度化させている。日米が安保協力を深めることは急務だ。この読売新聞の社説では冒頭部分で、隣国同士が友好関係を取り戻す契機としたいとしていて、評価はしているんですよ。今回韓国が珍しく案を出してきたということで、日韓関係っていうのは多少は良くなる可能性はありますよね。多少は。これはやはりですね、最後にあったように安保協力っていうのが重要なんですよ。今後も日韓の問題が全てなくなるなんていうことはありません。ただ問題はあるんだけれども、それ以上に問題である北朝鮮だったり中国には一緒に向き合っていかなければいけないっていうさ、本来ならもうね、スパッと切り捨てたいんだけども、この距離感ゆえにそれもできないしさ。読売新聞は、後から紹介する2つと比べても、なんか一番バランス取ったのかなという印象の社説です。次は産経新聞の社説を見ていきたいと思うんですけど、こちらはより強硬な意見を表明していますね。岸田文雄政権が、いわゆる徴用工訴訟問題について、韓国政府が正式発表した解決策を受け入れた。韓国の不当な振る舞いを子とする解決策への迎合で、日韓関係の本当の正常化につながらない。極めて残念だ。対日関係改善を追求するユン・ソンニョル政権の姿勢はわかるが、岸田政権が徴用工問題で迎合するのは本末転倒である。読売新聞と比べると強硬ですよね。強硬ゆえに岸田政権のこの向き合い方を批判しています。ただ日韓関係の本当の正常化なんてないですからね。それは多分ね、未来永劫訪れないんじゃないですかね。数世代変わったら、今よりは良くなってるのかもしれないですけど、難しいでしょう。今読売と産経新聞の社説を見てきましたが、やはり朝日ウォッチャーの僕としてはなんか面白みに欠けるなと思ってしまうんですよ。そこで真打ち登場、朝日新聞です。こういう話題になるとやっぱり期待値って相当朝日新聞に対して上がってると思うんですよね。 WBC で例えるなら大谷翔平選手、この例えは良くないですね。読売産経の社説を見て、皆さんなんか足りないなって思いませんでしたか？やっぱりこうメインディッシュ足りないんじゃないかなと。もうなんかルーなしのカレーみたいなもんですよ。朝日新聞は当然大量にぶっかけてきますよね。それでは久しぶりのトロピカル無職に乗せてお送りします。さらに問うべきは、事態をこじらせた政治の責任だ。大法院判決後も解決策を示さない韓国側に苛立った安倍政権は、韓国への輸出規制強化に乗り出した。表向きは徴用工問題との関連を否定したが、報復措置に他ならない。日本製品の不買運動が起き、日韓企業に多大な損失を負わせた。根本にある懸案が政治決着を見た今、日本政府は速やかに措置を撤回すべきだ。安倍氏が2015年に出した戦後70年談話も、過去への反省を示した村山談話や小泉談話を引き継ぐとしたものの、当の日本が植民地支配の加害者であるという視点が希薄で、韓国側の不信感は深かった。一方、韓国側の文前政権の独善的な姿勢にも大きな問題があった。前任のパククネ政権が日本と結んだ慰安婦合意を国内の保守勢力批判に政治利用し、形骸化させた。慰安婦問題に続き、徴用工問題でも被害者中心主義を唱え、原告らに寄り添う姿勢を強調したが、支持基盤の反発を恐れて解決に汗を流す姿勢は見せなかった。そうですよ、読売も産経もね、安倍要素が足りなかったんですね。朝日新聞さすがですよね。確実にねじ込んできますから。いわゆる徴用工問題に関して言うと、もうこれもね、何度も何度も言ってる話なんですが、韓国が完全に悪いでしょう。それなのになんとか日本にもね、文句つけてさ、両成敗に持ち込もうとするという姿勢がね、朝日許せん。一応ね、後半部分でムン政権とパククネ政権について言及してますけど、これ分量で言うと安倍政権に対する方が多いわけでしょう。まるで韓国史のような内容なんですけれども、朝日的には過去の談話の踏襲だけじゃなくて、新たな謝罪をしろって言いたいんでしょうね。そして金も払えと。本当ダメだわ。今日の朝刊では韓国のユン・ドンミン駐日大使が朝日新聞の単独インタビューに答えた記事が掲載されています。こういう記事はね、いいなと思いますよ。朝日新聞ありがたいなと思うところで、やっぱ向こうの国の考え方が理解できますし、ユン大使は日韓関係をバージョン 2.0 に更新していくことができるとしています。いや、それはどうかなと思うんですけど、
日本側にも自発的な動きを求めていますよ。ユン大使はこの日本の自発的な動きについて極めて重要だ、韓国では多くの反発があるだろうが国民や被害者の方々に納得してもらうには日本の呼応が必要だと強調。その上で被害者が納得できなければ引き続き問題を提起する可能性があり、持続可能な解決にはならない、蓋然性がないとは言えない、政権が変われば同じことが繰り返されるのではないかとの懸念もあるとも話した。そのためユン大使は日本の感覚では問題が法的に終わったとしても被害を受けた人はそうはできない思いを抱えていることを理解してほしいと、日本側にも被害者への配慮や協力を求めた。あれなんですね、韓国側も一貫性のなさは理解してるんですね。次の政権になったら分かりませんよと。そこがまさにね、日本が懸念しているところなんですよ。だからこそ下手に動けないというこっちの事情もですね、韓国には理解していただきたいところです。結構な時間を使って話し合って落としどころを両国で見つけたとしても、政権が変わったらちゃぶ台返しになるんだったらさ、もうやってられねえってなるでしょう。やはり日本としては韓国の動向を見守るぐらいしかできないんじゃないでしょうか。あくまでも韓国が自発的に自国内で処理すべき問題です。今週も小西文書の件が続いていて、ネタが盛りだくさんな1週間でしたね。朝日新聞は社説にもしてるんですけど、まあ、やっぱり高市批判ですよ。これもまあね、なんか見えてる結論というか、まあ、ありきたりな結論なのかなという気もしますね。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。